罪深き異教徒の手より不滅の大鳥の力神なる御力を取り戻す時ぞ。死を恐れるなかれ、神の正義を行いし汝らに天国への門は開かれたり、これは聖戦である。正しき力を正しき者の手に。アフゼクト・ボ・マス。アフゼクト・ボ・マス。検査終了。アップして。悪いわね、忙しい時に。いいえ、私たちの乗っているのはただの戦闘マシンじゃないんですから、ケアは万全にしておかないと。可愛いこと言ってくれるじゃない。でもそうですよ。無理させてんのは私たちなんだから、だだこねても罰当たらないわよ。どうする、今日は休む？いいえ。なら急ぎなさい、二人はとっくに出たわよ。今日の4時間目避難訓練になったって話。でもしょうがないかもね。いとこの話じゃ23区とかまだひどいらしいよ。おかげで仕事も学校も休みが増えたわけだけどね、合法的に。ねえ、ロボットまた来るのかな。気にしたってしゃあないじゃん、あたしらが。そこ話してないでさっさと上がる。いいか、ここんとこよく聞いとけよ。テストに出すからな。
何すんのよこの愚か虫から。とりあえず100回死んどけ。その顔。え、いや、そのよかったら一緒に食べません？ストレイク。ごちそうさま。ごめん、いっぱい食べちゃって。気にしないで、調理実習でおかず作りすぎちゃったから。でも難しくって、ぼうぼう煙は上がるし、調理酒ひっくり返すし、もう頭真っ白け。でもクーちゃんが急遽メニューを変更してくれたから、ギリギリセーフ。もう頭上がりません。どうしたの？いや、なんだか意外だと思って。何でもテキパキこなす印象あったから。私って結構おっちょこちょいなんですよ。パイロット3名、リニアシステム搭乗を確認しました。みんな、状況を説明するわ。よく聞いて。目標は現在、二神島西方200キロの海上を北北東に移動中。台湾、台東市に向かっているわ。台湾？なんで？台東市郊外にある原子力発電所は、二神島の重要な電力供給ルートの一つ。さらに、基地への物資運搬ルートも兼ねているわ。兵糧立ちってやつね。でも罠の可能性って高くないですか？断崖王をおびき寄せる。パッと言って勝たしてくればいいわけでしょ。考えすぎよ、マナミは。作戦はお手伝います。どうしました？来る。ああ、もうイライラする。もう一体来たからどうだっていうの？さっさと倒して戻ってくればいいんでしょ。そう簡単に行かないと思う。なんで？原発内で撃つの？バーニングブロー。第二目標は現在ケラマレット沖を微速航行中。やはりアバルダの守りを優先すべきでは。会談中の与那嶺司令を呼び出しますか？いいえ、現在の指揮権は私にあります。今回の作戦は都市防衛を最優先とします。断崖王の戦力抜きで敵に対抗するのは危険すぎるのでは。発電所の破壊は
アワルダのみならず、タイトン市民に壊滅的な被害を及ぼすわ。極論を承知で言いますが、タイトン市壊滅は深手であって致命傷では。だからといって放ってはおけないわ。責任は私が取ります。待たせたわね。弾劾用チーム出撃よ。待ってました。目標はタイトン原子力発電所、被害は可能な限り抑えてちょうだい。でも計算によると、第二目標が基地に到着するまで1時間15分30秒。できればそれまでに戻ってきてほしいところだけど。いいんですか？ここをどこだと思ってるの？世界守護の砦、アバルダよ。何があろうと、あなたたちが戻ってくるまで落ちてしないわ。だから思う存分戦ってらっしゃい。戦闘配置。やってくれるじゃない。1分後に目標地点に到達します。作戦は？まず私のフレイルが降下、目標を撹乱。続いてクロスが目標を攻撃、敵の動きを止める。とどめはバーストの射撃で中枢を撃ち抜く。美しいね、机上の空論ってやつは。仕方ないわ、今回は迂闊に吹っ飛ばすわけにはいかないし。ま、うまくいったらお慰みってやつね。行くぞ！何？待ち伏せされた？ライフルをやられた。ディメンション行くぞ。でもいいから。このままじゃやられる。了解。ディメンションコード、プロテクト解除。アウト。ディメンション考えよう。自由落下中に蹴りをつける。分かってるわよ。
のこいつ。あの砂粒一つ一つが小型のメカ、マイクロマシンの集合体よ。なんだか知らないけど、こんなもん。ダメ。このマイクロマシンそのものが兵器なのよ。私たちをここに縛り付けるための。避けるのも叩くのもなしなわけ。こんなことやってる時間なんてないのに。パワーバーニア、行くぞ。え？防衛ライン突破されました。先行用意、 DU システム作動。ダメです。第14、18、20送電ラインからの供給が停止しています。メイン動力炉出力低下、先行体制移行できません。タイトン発電所。各員シェルターに退避。副司令、これは命令よ。急いで。ちょっと、何する気？こいつで消し止め！ひどくやられたな。みんなよくやってくれたわ。すべて私の責任よ。君は間違ってなどいない。
まだ仕事があるだろう。みんな待っている。ルールも守れないとは。バカ者どもが。忍び寄る邪悪の影。あのさ、昼間のことをごめん。電子の檻に封じ込められるアバルダ、迫り来るアンドロイド、謎の巨大ロボビルドレンジャーの正体とは。ごめん、そのわざとじゃなかったんだ。でも次回覇者巨星グレート断崖王第4話、檻の中のアバルダにバウトディメンジョン。本当にごめん。うっさい。ごめんごめん言うな。制裁パンチ、爆発。大丈夫クーヤ君。なんでマナミが出てくんのよ。だって